今日は映画のサウンドトラックについての話です。上映用の映画フィルムを見てみると、画面の他にサウンドトラックと呼ばれる音を再生するためのエリアがあります。この部分です。今日はこの映画フィルムのサウンドトラックについての話です。この項目順に話していきたいと思います。まず映画フィルムのサウンドトラックとはという話です。もともと映画は音のないメディアであり、サイレント映画だったわけですね。しかしフィルムに音をつけようという動きは1920年代頃から盛んに研究が行われてきました。最初のトーキー映画と言われているのはアメリカ映画の1927年制作ジャズシンガーと言われています。日本では1931年松竹で御所平之助監督が作ったマダムと女房と言われています。トーキーが出現するまでフィルムには映像のみが焼き付けられており、ここにサウンドトラックを作らなければなりません。35ミリフィルムでは4パーフォレーション、つまりフィルム両サイドにある4つのコマ送り用の穴の間に収まる画面がこのようにあったわけですけども、サウンドトラック用のスペースを作るために画面を少し小さくしました。これはスタンダードサイズの画面のイメージですけども、後にシネマスコープとかビスタビジョンなどさまざまなサイズが現れますけども、サウンドトラックはずっとこのスペースが使われています。そして次に映画のサウンドトラック、デンシティタイプとエリアタイプという話です。映画のサウンドトラックは音声信号を光学的な信号に変換したもので、オプチカルサウンドと呼ばれています。初期のサウンドトラックにはデンシティタイプとエリアタイプの2種類の方式がありました。デンシティタイプとは可変濃度型とも呼ばれており、音声信号の波形を濃度の変化に置き換えたものです。それに対してエリアタイプは可変面積型と呼ばれ、音の信号を黒白の面積の変化に置き換えたものです。デンシティタイプはフィルムの劣化などによって濃度のコントラストが変われば音質が変わったり歪みとなってしまいやすいために、やがて廃れていきます。映画のサウンドトラック、最初はモノラルの音声だったものがだんだんステレオ化されていって、最終的にはサラウンド、立体音響へと発展していきます。当初サウンドトラックは一つのフィルムに一本のモノラルサウンドがあっただけでしたけども、その一本のサウンドトラックを二つに分けてツートラックとしてステレオサウンドができるようになりました。さらにノイズリダクションシステムなども導入されて、トラックのマルチ化とともに音質の改善も行われます。最終的にはサウンドトラックのデジタル化も行われました。こちらのフィルムには様々なサウンドトラックがあります。従来のアナログ2チャンネルのサウンドトラック、そしてパーフォレーションの間にある模様のようなものはドルビーデジタルの信号です。さらに両サイドのエッジの部分には SDDS と呼ばれるデジタルサウンドシステムの信号が入っています。これらデジタルサウンドは 5.1 チャンネルの立体音響、つまりサラウンドシステムとして映画の音場空間を飛躍的に高めました。一つのフィルムにドルビーや SDDS のデジタルサウンドトラックと従来のアナログのオプチカルサウンドトラックを一緒に入れているというのは、デジタル設備のない映画館でもアナログサウンドトラックによって上映することができるようにするためです。またこのようにフィルムに直接音声信号を焼き付けるんじゃなくて、音はディスクメディアに入れておいてフィルムと同期しながら再生するという DTS システムという方式もあります。フィルムのこの部分は DTS タイムコードといって、音声の入ったディスクメディアと同期を取るための信号です。現在映画館で上映されている映画はほとんどがフィルムではなくて DCP と呼ばれる完全なデジタルシステムでの上映です。ですからこのような音を焼き込んだフィルムを見る機会はもうほとんどなくなりました。さて、音をデジタルからアナログなサウンドトラックに戻して、もう少し、映画の音を出す仕組みを見てみましょう。フィルムに音を焼き込むためには音ネガというものが必要になってきます。フィルム撮影の場合、まずネガフィルムで撮影し、そこからポジフィルムを焼き付けるわけですけども、実際の現像プロセスはもっと複雑で、最初に棒焼きと呼ばれるラッシュフィルムを焼き、作ります。でそこでそれで編集をして、その編集通りにネガフィルムを再び編集します。
そこから初号プリントを作るわけですけども、そのあたりの説明はまた別の機会にしたいと思います。ネガ編集されたフィルムからプリントを焼くわけですけども、ネガフィルムには当然音のトラックはありません。ではサウンドトラックはどのように焼き付けるのかというと、音ネガと呼ばれるサウンドトラック専用のネガフィルムを作ります。これは16ミリフィルムの音ネガです。ここから先は16ミリフィルムを使って説明したいと思います。もちろんここには静音の終わった音が入っています。映像が入る部分は何も映っていません。サウンドトラックだけが焼き込まれています。まあ、なんとももったいないフィルムの使い方ですけども、上映用のプリントを作る際は映像のネガとこの音ネガを一緒に焼き付けて作るわけです。そうすることによってサウンドトラックの入ったプリントが出来上がります。はい、次に音が先行という話なんですけども、これはサウンドトラックの入った、フィルムなんですけども、例えば、この部分ですね、この部分の映像の音が、同じこの位置に入っているかというとそうではありません。16ミリフィルムの場合はこの映像よりも26コマ先行して、この辺りですね、ここが映像とすると音はこの辺りに入っているということなんですね。なんでこういうふうなことになっているかというと、それは映写機の仕組みを見てみればわかります。これが16ミリフィルムの映写機です。職場の雰囲気作りをやっていかなきゃいけないと思うよ。ここにレンズがあり、後ろにはランプハウスがあります。その間をフィルムが通り、映画が上映できます。フィルムはレンズの部分を通るとき1コマずつ送らなければなりません。ですからこの部分でのフィルムの動きは間欠運動をしています。映写部分に送られる直前のフィルムの動きです。早すぎて分かりにくいですね。ではスローモーションにしてみましょう。このようにフィルムが上下運動しながら送られていくのが分かります。映像はこのように間欠運動でないと上映できないわけですが、音はスムーズにフィルムが流れていないと再生することはできません。フィルムは映写の部分を通過した後はスムーズな流れになります。この部分ですけども、ここもスローモーションで見てみましょう。スムーズに流れていますね。ここに音を再生するためのエキサイターランプと光の強弱を電気信号に変える素子が付けられています。このような映写機の仕組みのために音と映像を同じ場所に置くことができず、26コマ音が先行して焼き付けられているわけです。で、35ミリフィルムの場合は音は21コマ先行、ということです。映画のサウンドトラックの仕組みお分かりいただけましたでしょうか。オプチカルサウンドトラックだけ説明したんですけども、その他にもフィルムに磁性帯を塗布した磁気録音のシステムもあります。現在映画が全て、デジタル化されていますので、こうしたフィルムの知識というものは、なくても、映画上映できるわけなんですけども、ただ映画っていうのは100年以上の歴史もありますし、膨大な数のアーカイブもあるわけですね。ですからそういったサウンドトラックの知識も持っていないと、そういう古いフィルムを修復したりとかですね、再生したりとかいうことも、できなくなってしまいます。